はい。皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーション企画部の石本琴美です。えー、今日はですね、あの、片岡まりこ先生をお迎えしまして、えー、2本目の動画になりますが、えー、今日のテーマですね、は、えー、ずばり、えー、人に迷惑をかけちゃいけないっていう教育が、子供の自己肯定感を下げているんじゃないか、っていうことについて伺いたいと思います。はい、では、えー、片岡まりこ先生です。 よろししくお願いします皆さんこんこにちはいつもごご視聴ありがとうございますすすよろししくお願いいまません代わりに言っていただいてありがとうございます。うん <laughs> はい、ということでですねあの今日子どもの自己肯定感の高め方というテーマであのお話ししてで、ね、2本目になるんですけどもあの、まあ、さっきお話ししている中で、まあ、寛容さが、えー、子どもの自己肯定感を上げることにもつながっているっていう視点で。 その日本の教育があの人に迷惑をかけちゃいけないよっていうような、うんうんね、電車の中とかでちょっと騒いでたりすると「あの,あのおじちゃん怒ってるから、ね、静かにしなさい」ししい恐っていうようなね,ね <laughs> ほら怒ってるでしょあの人みたいな感じで注意をするっていうようなことが <laughs>、まあ、見受けられたりするんですけども。 その教育が実は子どもの自己肯定感を下げているんじゃないかという視点でお話していただきたいと思うんですけどもう、ね、どううでしょういかになんか子どもに対しての関わり方でこう目くじら立ててカチカチしてるのは日本に帰ってきて日本ってそうなんだなってちょっと思います。うんうん、先インドにい、ね、いいていらっっしゃったんんですね先月はま、いはい、うん この1年で3回もインド行ってみたんですよ。ちょっとその方が頭おかしいですよ、ね。<laughs> 世界があで。<laughs> まあその行動自体がみんなに迷惑をかけてるんで <laughs>。うなんだって同じなんですけど、ただやっぱりあのまあ、私は自分が明日がヨガするから自分のためだけに行ってた。まあ、身勝手なことをしてたんですけど。でも私はちょっとそれだけじゃなくて。 異文化なことと特に私あの子ども教育にも強い関心があるから、うん、世界の子育てにやっっぱりちょっと強い関心があるんですよね、うん、その中で特にこの間11月行ってた時は世界中からあのいろんな人が来てたりインド現地の方の子育てを、まあ、まあいつも見させてはいただくんですけど、うん、まあ世界中から子どもを連れてお母さんが自分の好きなことをする。 ヨガの練私ううもあのちょっとその子供を見たりとかさせていただいてたんですけどなんかやっぱり迷惑かけちゃだめだってすごく口にしてるのはあんまり海外英語分からなくてもないんですよ例えばギヤーって一緒に私が住んでたルームメイトの子はメキシコ人の方に5歳の女の子連れてきて、まあ、5歳だから時々ギーってなるんですよ。 その時、静かにしなさいじゃなくて、って言ってすごい優しく、みんなびっくりするでしょみたいな言い方。なんか、もっとポジティブ、ちょっと抑えようねとか、静かにしなさいとか、あのおじさん怒るよみたいな感じじゃない。ちょっと抑えてっていうい。ああ<ー>。諭し、としてるのであって、うん、なんか迷惑、迷惑みたいな感じではなかったし。 そもそもなんかわーってなったら他の一緒に住んでたインド人のマダムとかあのフィンランド人の6月の時も仲良くしてた人もなんかおーっていう感じで元気でいいねっていう感じでその母親を追い詰めないんです。ごー,ー,ーって言ってちょっとごめんねうるさくてそれかておーって言ってなんかその女がソフィーで「ソフィーどうしたの?」って言って他の人がその お母さんが一人ででは手い,っぱいにななるじゃないですか、うん、だからみんなそんなん当たり前でしょって一人で頑張る必要なんて一つもないんだから、うん、で私もそうだしまあ運、うん、よくフィンランド人の人もあの今もね70歳を超えて退職されてるんですけど保育士だったんですよマダムも子供大好きで子育て上手な方で,でみんな寛容な人何も関わらない人もそれを泣いたからきうるさいとか言ってくる人もいて「おう!」っていう感じ。 何かその迷惑かけられることに対して外国人の人って慣れてるからそういうの行、うん、<laughs> ってみね <laughs> 大人が約束守らないっていう <laughs>、うん、みんな大丈夫かいみたいなインド人も何かと知らね力車のやなんか予約したり約あ<ー>まあ自分の心に正直だから、うん、今やっぱり働きたくない昼寝したいってプチってキャンセルしたりとか。<laughs> ななんかなんていうかて自分の気持ちに正直だから嘘をついてるつもりはないんですけど人、うん、の約束は今日守りたくないなぜならば自分のやりたいことがある方みたいなが多いみたいな<ー>なのでなんか予定調和で物事が進み過ぎている日本って、うん、迷惑かけちゃダメな文化によるもうねそう。 もう変な話2分電車遅れてだけで「本日は2分電車が遅れました2分でぎゅわーくてもってなんですけど、うん、例えばシンガポールでさえいつ来るか分かんないねみたいなとりあえず15分に1回なんじゃないみたいな感じなので、うんかに強いい期待を持ってないんですねさっきの子供が騒いでる っていう話でももしかしたら周りの人は子供って騒ぐものだから、うん、あのみんなそうは思ってないけどあのお母さんがまあ過剰に考えすぎてしまって迷惑かけるから静、うん、かにしてって言っちゃったりとかもあるってことですよね、うん、そうしたら考えすぎな部分本当は人ってもっと寛容なのになんかそこをこうあの子供迷惑かけちゃってるからって言って。 言っっってててしまうっていういいことが日本人って、うん、多いんですかね、うん、あとやっぱり注意されると日本人の女性の特徴としてって言われてるのが人格否定された気になるっていう考えがあるみたいですね。海外だとその行動について指摘しただけだから別に人格否定とは取らないんですよ。うん、だから人格否定ってされたらもう全員この世の人全てだと思います。いい気分にならないじゃないですか。だから、ね、指摘を受けるような行動を全て控えたい。 それは行動を指摘しただけでしょっていうふうに思うんだけどそうは思えないからお互いに注意し合う、うん、指摘し合うっていう関係性は極力控えましょう揉め事の原因になるからだからそこがやっぱり由来してて迷惑かけないでいきましょうってそれは多分静かにしてよとかうるさいわで、ね、何とかしなさいって言われたくない。 自分うん、うん、に迷惑かけないって一体誰のための言葉なのって紐解いたら親のためのものだったってことは私ちょっと多いと思うんですよね。あ<ー>もちろんうるさくてダメな大人も外国人にいます静かにさせるよって人もいるかもしれませんが、うん、飛行機で日本人の多いところはそれすごいです。うんだけど日本人ほぼ乗ってないフライトでギャーギャー騒いでてとかやる人外国人にやっぱりいなくて。 い泣迷惑かけてっていうかあれ迷惑っていうのっていう感じだからいつもやっぱりなんかこうストレスを与えるような人はなんか人格的におかしい人みたいなことになっていてそれがだんだん過剰,化過剰になってしまっていてちょっとことでの許容範囲がすごく狭いことも世界に出てみたら。うん うんうん、それで強い人には我慢するんだけど、うん、自分より目下の人に許容範囲ない国だなっていい国なんだけどうん、うん、そんなに目上の人には我慢するのにじゃあなんかね女性とか子供とかそういう立場があまり強くない人にはなんでそんなに突然偉そうになるのかしらこれ何なのかなって言ったら思って考えたらお互いに迷惑 かけないなんて人生で誰もできないのにできないのに自分は迷惑かけてないつもりの人が人に冷たいんだなっていう。あ<ー>迷惑かけてるっていうことを謙虚に自覚してる人は人に寛容なんですけど例えばいつも約束そんな毎度毎度守らないわよねっていうのって外国人の人に多いから毎度毎度思ってないから「いつ、うん、OK?」ってなるけどどんなことがあっても。 熱があろうと行きたくない食事会でも我慢して行ったのにっていうのがやっぱり積み重なると気がついたらそれぐらい我慢してやれよっていうのがやっぱりちょっとなんか圧ですよね共同の。うん、慣れがだから迷惑かける行為はダメですよ。村八分にあっちゃうんだぞ。それがペナルティーなんだぞっていう感じは しますねかやっぱり海外って大人がど子供に対して怒鳴ってるのは、まあ、私、よく海外好きで行くんですけど外国人の人が子供に怒鳴ってるのは一度も見たことがないです。まあ、アジア圏しか行かないのでよくわからないんですけどインドに行った時は本当に11月はシャート先生のクラスも空いてたから世界中から来てるから子供に対して怒鳴ってるのはなかったです。 うん、女の子が中指立てて喧嘩してと思います。<laughs> <laughs> このお母さんが中指立てた子に対してすごい説教するのかなって思ったらそうじゃなくて、うん、それはだめよって言ってその場から離席させてましたあーちゃんとだめだよっていうのは伝えているけど今の「さすがにだめよ」って言って解決しようとかそういうことじゃなくて賢いなと思ってこの場から話すその子どもたちの場から話して<ー>、まあ、あなたはそこに関わってはいけません。うん っていう感じどっちが正しい悪いとかそういうことではなくてその態度はでもその行動はよくはないですよっていうのはちゃんとして、うん、一回もう、うん、あの距離取りましょうっていう感じだからうわ適切と思って<ー>あギャーって言ってたんだけどそのもうちょっと一回外に出てましたすごい冷静ですねなんかその場をあたふたして収めようってするんじゃなくて、うん、あの合理的にこうちゃんと。 筋立てててめようっていうっい姿勢ですね、はい、やっぱりあのどういうところなのか多分自分もそうしてもらってたからだと思うそんな子どもの動からね、うん、精錬潔白な方もいない, <laughs> い,ないだろうし、ね、アインシュタインの言葉で「無限」という言葉があるのであれば宇宙と人間の愚かさであるって言ってたから人間の愚かさは、うん、愚かさ無限らしいね。<laughs> <laughs> ね まあ、なんかダライ・ラマ17世ぐらいで生まれてた、知りませんけど、<laughs> そいうほど人間って、木の打ちどころがないなんていうのは、うん、ないと思うんですよねアインシュタインも自分は愚かだと言っていたということですね、なんかちょっとお付き合いするところころ変えてみたりとか、アインシュタインも立派な化学式とすごい哲学があったけど、家族関係に関して微妙な方だったんだな <laughs> <laughs> あるしそんな,なんか立派なことを見つけたからといって、うん、本当に精神成熟してるかって言ったら鋭いけど、うん、現実ななってないでしょっていう人もうういう人でも例えばアインシュタインのそういうところ素晴らしいところはそうだね、まあ、どっか素晴らしいとどっかどっかおかしいかもしれないね仕方がないねみたいな。 寛容なところがちょっと日本にはないっていうか、うん、それも完璧だったらこれも完璧であるべきだみたいな、うん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 。うんうんうん、もう正直、ね、何様って思う。<laughs> なんかね、うん、あの、うん、自己肯定感の話ですごいあのさっきのあの動画も結びつけてきたんですけども、あの寛容さっていうところでやっぱり自分の愚かさ。 もう,こう認めてあげるさっきの話で言うともう大人が自分のありのままの姿ありのままの自分をこう認めてに気づくとこう子どもの自己肯定感も上がるよっていうところに結びつくなというふうに生まれて泣かなかったら逆に病気なわけだから赤ちゃんはな、ね、生まれた時に泣かないとお尻パッパッて叩いて、うん、泣かせるわけだから。自分のの記憶のないこと うん、記憶を消していること見ないできたことが多いとできたつもりになるから、うんうん、なんか迷惑かけないなんて無理で迷惑をかけまくるののが人間の赤ちゃん、うん、だ猿とかだと人間の大体10ヶ月ぐらいの機能を持って生まれるんで首とかも腰も座ってるから片手で育児できるんですけど。人間だけはあの あの養育者が子どもの面倒を見えるけど生活をキープすることはできないっていうて、ね、少なくともね本当なんだろう小学校まではこう、えーとまあ、学校行くまでは自分の家でこう育ててたりとかで成人するまではお金を出してあげてたりだとかずっとそこまで世話を ね、しているというか、親には迷惑かけてますもんね、私たちは。そうなんですよ。だから迷惑をかけないで生きれるなんてことは誰もできなくて、うんうん、それに対してその世話をする側とか、いろいろなことをこう制限したり我慢する側がどう思うかで、それが迷惑なのかどうなのかが変わってくると思う。だって私もそうやってもらったから、迷惑なんかじゃないよって。 いうタイプの人と余裕がないと、まあ、あれもこれも私のリズム乱さないでっていう風になったりするじゃ、うん、ないですかやっぱり多くのことを譲れる負ける強さが自己肯定感高い人はあるけど、うん、負けることじゃなくて勝つことでしかすっとしないっていうのはもうメンタル的に弱いから気が強いだけ大事なところの強さは持ってらっしゃらないわけですよだから迷惑なんて思わない っていう人が増えたら、迷惑かけちゃダメよっていう発言がこの世から消えて、まあ、インドでは迷惑はかけてしまうものだから人のかけられた迷惑には寛容でいなさいっていう教育をするそう<ー>あす。だから約束守らなさすぎるんだけどね。 おーいって叫ばない言った値段と違う法外な値段言ってきましたけどか戦いますよ違うよねって言ってそうだったかなってじゃあもう絶対2回目使わないって交渉したらおーってなるとかそこもなんか我慢とかじゃなくてお互い言い合えることを良しとするっていう。 でさ最後にはまあじゃあ真ん中ぐらい取っとこうかとか、まあうん、今回は譲るねでも次回は簡単には譲んないよみたいな感じのやはり交渉術は結構大事なんですけどその迷惑かけちゃだめだを繰り返すと問題は交渉する能力が低くなるからただただ我慢するだけの人、うん、そうするとブラック企業に入って我慢し続けてどこか体や心を壊しました。うん っってななちゃゃうわけじゃないですか、うん、やっぱりちっちゃい頃から迷惑かけちゃダメじゃなくてかけられたと感じたらそれなりにリベートする、うんうん、お互いにあの述べ合うその中でこうどこまでさじ加減でなんか融通聞かせるのかっていうのって幼少期から練習しておかないといきなり社会に出て学校ではね迷惑かけちゃダメですよって管理誰かがしてくれたとしても 社会に出たら意外に日本人だって迷惑行為だらけの人、うん、<laughs> 本当にねそう思うとみんながみんな自分が思ってるマナーを守ってくれるなんていうのは、うん、逆に大きな <laughs> 誤りだから世の中は迷惑で溢れてるんですよ絶対に自分も加担してるんですよ、うん、だから迷惑だと思う瞬間もあっていいだけど 思う数だけかけとるねってね。はい。<laughs> 迷惑かけてないもんっていう人が一番迷惑かけているっていう名言入った人がいました。<laughs> 本当ですか誰ですか例えてるなと思って。<laughs> うん。<laughs> いるいるいる、そういう人みたいな。んか迷惑かけちゃダメじゃなくて、他の言い方するかななんかそれされると私は悲しい。 かそこも,あれですよ、ね、もう自分の,こうあの思ったようにパンっていうんではなくてこう落ち着いてちゃんと議論ができるような形で伝えるっていうところもそういうところもあの、まあ、スキルなのかなっていうところで自己肯定感をの高い人のスキルなのかなという。 すね。そうですね肯定感の高い人の特徴としては、うん、みんな語彙力高いです。うん。うん、語彙力が低いと自己肯定感難しいんだなあ、うん。自分が言いたいことがこう言えないですからね、なんか言葉が出てこなかったら。あと、言いたいことがその表現以外でなかったかなとか。あ<ー>いや、次とか <laughs> ちと <laughs>。ちょっとそれ聞いたら嫌な人もいるじゃないっていうことが。うん したらんちょっと気が乗らないかなとか言い,い方 <laughs> 今日はやめとこうかなーとか、うん、わーそれなあんまり好きちゃうねんけどこれはどうなんとか,、うん、なんか交渉代案立てたりの交渉術なんですけどああいうのがう、はい、ちっちゃい頃に身近な人がそうだと真似るんですけど嫌、うん、だ嫌とか言ってなんかこう言葉投げちゃう。 投げた人の言葉以外取得それ以外の方法しか知らないじゃないですかだからその自分のマイナスな感情をなんか柔らかく出すには語彙力、はい、うんもういるよと<あ>じゃあマリコ先生語彙力のところはまた<笑><笑>次回<笑><笑>お願いします、はい、どんどん広がりそうですがねここってかねやっぱいろいろねあの意味も たくさんあると思いますしこの自己肯定感が高まるとこうメンタルの部分でいい面があるんじゃないかなって思いますのです、ねうん、ちょっとまたこの続きはちょっと取っていきたいなと思いますは,いではえー、最後になでましたが、えー、マリコ先生のですねキッズヨガの、えー、指導者養成講座が来年の2月の23日の金曜日祝日 から三、えー、日間で二十五日の日曜日までですね。はい、あの開催をされますので、あの自国定感の話も盛りだくさん入っておりますので、よかったら皆さんまたご受講ください。他にもあのたくさんマリコ先生の講座ですね開催されますので、えー、概要欄をチェックしていただいたらと思います。ではマリコ先生今日はありがとうございました。皆さんもご視聴あり,ごありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。 ありがとうございます。